神の寺は、香川県中田土郡万能町に所在する、新言衆全通寺派の寺院。三号は、五国山。本尊は薬師如来座像。四国別閣二十霊場十七番札書。本尊新言、ころころんコロコロ千だりまとう義祖は過去栄華。ちがに今も注ぎて、のりのしの恵みあふれる,る万能の大池伝承によれば、平安時代前期の公認十二年空海が、 佐賀天皇の直命により、万能池の修復を行った際、池の守護として混流したという。なお、空海がゴマ法を修したと言われている、万能池の中にある場所は、ごま弾丸と呼ばれていて、3ヶ月で修復したと言われる。中世に入ると、寺は、当地の豪族であった矢原氏の保護を受けて流星するが1581年。 戦国大名の長祖壁元地下が、矢原氏を攻めた、蔡の陛下にあって全勝し、天正九年にはすでに、香川氏は、長祖壁の配下にあり、長祖壁が改めて当時を焼く理由が不明なため、真偽は定かではない。この土地はその前の三好と香川、毛利連合軍の戦いの場にも近く、一違いに、長祖壁が焼いたとは言えない、長い間廃事となっていた。なお、 当時の本尊であった聖観の恩立像は近隣の蛍光寺に運び出されて祀られたという。1932年、上里宝省を中心に万能大司会が結成された。空海入場1100年祭の事業として万能大司会により上野寺の復興が計画され、1934年に仮覧が完成した。後、1955年に、 万能池堤防大三次化上げ工事が行われることとなり、本堂が現在地に移築された。2019年10月16日万能池が国の名称に指定される。万能池の北西岸の堤の向かって右に位置する。石中門を通過して山道を歩くと正面に本堂がある。本堂を向かって左手前の階段を上がった境内上段に、 工房大主導像が立ち万能池を望んでいる。農協所は本堂の正面入り口の左側である。ありがとうございます。